ありがとうございます。はい、どうも。名前は言わないはい、ボスのエフェクターレビューね。まあ今日一日でかなり量を取ってったんだけど、もう最後です。最後の一個、もうね、俺が唯一手元に残してたエフェクター、あまりに万能すぎてどっかで使いどころあるだろうっつって結局手元に残ってる、そんなエフェクター、もう皆さんもうなんとなく予想ついてると思います。はい、いきます。ブルースライダー、ね、これはもう間違いないからね。いわゆるフェンダー系の歪みなんだよ、うん、開発のインタビューでそのフェンダーツイード系アンプを参考にして歪みを作りましたっていうインタビューが、うん、記事が載ってるくらいで、フェンダーのツイード系って言ったらそのフェンダーのアンプの一番初期の頃に作られたアンプたちのことで、うん、なんかチャンプとかベースナーとかなんかツインとかなんかいろいろあるんだよ。その時ものこうボリュームをフルアップにした時の歪みを再現しましたよって言われてる。巷ではね、こうダンブル系の歪みの走りとも言われてる。はいはいはい、はい、ダンブル系エフェクターって結構あるじゃん。ダンブルっていうのはこうダンブルアンプっていうのがあって、ダンブルさんっていう人がいて、その人がカスタマイズしたアンプがあって、そう、それがめちゃめちゃ希少なんだよね。音すごいんだけどなかなか手に入んないアンプで、だからその音をエフェクターで作りたいなって言ってダンブル系のエフェクターっていうのが流行ったっていうのがあるんだけど、その走りとも言われている。ダンブル系のアンプっていうのは結局フェンダーのアンプをモディファイしたものなの、うん、っていうことは結局フェンダー系の歪みってこと、うん、で、まあ今回もマーシャルとジャスコにつないでやっていくんだけど、でも俺がよくやってたことなんだけど、俺がよく行ってたね、リハスターがあって、もう潰れちゃったんだよね、サウンドマーケット、渋谷のサウンドマーケットとかあって、そこ潰れちゃったんだけど、そこにはね、マーシャルが置いてなかったの昔、うん、ジャズコとツインリバーブしか置いてなかった。で、そんな時にフェンダー系の歪みだからフェンダーアンプとも相性がいいんだよ。だからツインリバーブに挿してもめちゃめちゃ普通にいい音で使えるっていう。でもフェンダーアンプってさ、ツインリバーブちょっとモコモコして扱いづらいイメージがあると思うんだけど、でも同じフェンダー系の歪みなのでそこが全然いいですっていうのをちょっと今回検証していきたい。はい、いや、だって俺は知ってるし使えるっていうのは誰しも知ってるよ。全員知ってるよね。そう、ほんとね、使えるジャンルがとにかく広くて、ゲインを全くゼロにしたらプリアンプ的な使い方もできるし、ゲインマックスにするとなんかファズっぽい歪みなんて言われるんだけど、俺全然メタルで使ってる。メタルバッキングとかでも使ってる。ジャンル選ばない、そういう意味ではめちゃめちゃ音のバランスいいからね、何にでも使えるっていう。うん、もうまあまあいいのを知ってるしみたいな。まあまあ、そうっすよね。ね、じゃあ早速ちょっとやってみましょう。キンキンするけど、うん、だトーンはね、俺いつもちょっと下げてたと思う。なんかさ、CD で聞くエルレの音っぽくない？なるほど。うん、俺ちょっと今、ちょっと俺感動してた。ってさ、そもそもそんな歪んでないよ、うん、結構クランチ気味な、ハイゲインアンプは使ってるけど結構クランチ気味の設定でやってたりとかして、うん、でさ、まあ、今まで結構ディストーション系のさエフェクターで弾いてたからさ、そもそもが結構芯が歪んじゃってんだけど、これ芯はそんな歪まずに残ってんだよね、うん、ちゃんと弦の一本一本が伝わるというか、うん、
弦を一本一本しっかり捉えた音が出るというか。まあオーバードライブ系はね、多分全部そうなんだろうけど、そうそうそう。まあこのジャキッとした感じはすごいエルレのような万能感ある音。ああいいね。歪みがアンプライクだね、やっぱり。うん。うん。いやもう。もうそうっすよね。そうっすよね。そりゃそうっすよね。もうサクッといきますか。もう。で、原因をゼロにするとプリアンプ的な。これ、ゼロだと。で、これをオンにするだけで。まあだから、マーシャルのクリーンチャンネルのちょっと歪んでるようなニュアンスというかね、ニュアンスとしてはクリーンなんだけど歪んでます。だからニュアンスでこうタッチでクリーンにもできる。っていうのでもうこれだけで使えるっていうね。でプラス歪みエフェクターをやればなんかさらに歪んだ音とか出せるから、うん、このプリアンプ的な使い方がね、まさにメインの。で、歪ませます。がっつり、がっつり歪ませると。と言われる理由はなんとなくわかる、うん、前にエフェクツベーカリーで弾いたあのファズ、うん、サンドイッチファズに近いと言われれば近いし、うんうんうん、まあでもアンプの歪みっちゃアンプの歪みでもあるし結構中間だよね、うん、まあ、フェンダー系の歪みっていう意味ではそういう感じなのかもしれないけど、フェンダーの歪みも俺何個かちゃんとやったことあるけどね、確かにあのマーシャルみたいなきめ細かい感じじゃなくてもうちょっと毛羽立った印象、うん、まあ、だからそういう、ま、フェンダー系の歪みっていう意味では多分こういう音なんだろうし、まあ、ここまでねハイゲインに歪むのってフェンダーあんまないけどね、うんうん、だからちょっとあえて強調しましたみたいな。でもねこれ全然パンクロックとかもいけるし、うんうん。まあブリッジミュートのこう音圧とかはそんなないんだけど、うん、まあでもなんかブリッジミュートしてる感というかさ、音抜けはいいから、うんうん、いや何でもいいね。ブルースドライバー万能すぎ、うんうん、まあジャズコではとりあえずこんな感じ。いやもうなんか持っとけ持っとけもうサクッと終わっちゃうよね。あの本当に悩まないから、うん、どのセッティングにしても。あとね、初心者でギター始めましたって方でも、分かりやすいし、分かる、ゲインとトーンとレベルだけって、うんうん、で、DS1 はちょっとジャンル選ぶし、使い勝手がね、そうクランチとかいかないじゃん、あんまり、うん、でも、ブルースドライバーはクランチもいけるし、うん、歪んだのもいけるし、1台で、ね、何でもいける、確かに。だからこのバランスはね、それは売れますよ。うん、ボスがね、新しく技っていうので、ね、自分たちのエフェクターをね、新しく作ります、作り直します、第1弾っつって、それはブルースドライバー選ぶよね。うん。さすがですわ。ほんとさすがとしか言えない、この名器をなんか改めて味わってるよね、うん、我々。で、ジャズコでここまでいい音出るからさ、うん、次マーシャルでいってみようか。
さ、なんかね、あのマーシャルもクリーンだし、ジャズコもクリーンなんだけど、ブルース・ライバーね、原因真ん中くらいじゃん。なんかジャズコの方が原因がちゃんと足りてる気がする、うん、マーシャルだと原因が足んない気がする、同じ設定で。なんか謎なんだけど、だから逆に、ま、あのジャズコとの相性良すぎるんかな。さっきジャズコも歪んでたと思う、うん、だけどブルース・ライバルこれから上げないと、なんかね微妙な違いなんだけど、ジャズコの方があんま上げなくても歪んでる、歪みがなんか悪い意味じゃなくてね、歪みの量が多いとかじゃなくて、 なんだろうね、満ち足りてる感じというか、うん、充実してる感じ、うん、だマーシャルとの相性がいいのかって言われると何とも言えんねん。こうやって改めて聞くと、なんかジャズコとの相性の方がいい、いい、全然いい、全然いい気がする。でもまあ別に悪くない。まあそうね、そうね、そうそうそう、あの今まで聞いてきたね、あの感じで言うとね、うん、明らかにハマってないなとかではない。うんうんうん、ハマってるしいいよ。そうね。じゃあちょっとプリアンプ的に。反応はいいね、まあ、でもそのマーシャル感ってすごい出るからさ、だからそれを好きな人か好きかどうか、うん、俺はね結構ジャズコの方が好きかも、うん、ジャズコに指してるブルース・ライバーの音の方が得意かもしれない。ちょっとね、じゃあラストにハイゲイン、ちゃんと出る、うん、そう、低音までしっかり歪んでるから、まあ、ただ本来のマーシャルの歪みの方がハマってる音がする気がする。なんかエフェクターで作った音感は否めない。あー確かに、うん、だったらまだブルース・ライバーの方が、ブルース・ライバーでハイゲインにした方がいい感じにハマってるかな、ハマってるかハマってないかって感じで考えると、ジャズコの方が相性が良すぎるかな。いや、まあそうだね、うん、なんかこれを知ってると、あのボスのエフェクターはローランドのジャズコで開発されたから、うん、そっちにハマってるよっていう言い分はすごいわかる、うん、確かにブルース・ライバーを知ってると、ああなるほど、だからブルース・ライバーはこんなに音がいいんだみたいな感じになるね、他のエフェクターとか違ってなるほどね、正直、うん、まあこれが最後のレビューになってるかなんだけど、うんうんうん、あのパワースタック買うならブルースドライバー買っとけって。ああそうだね、あの JC つけるな、うん、確かにそうだね、ジャズコとかで使うなら、うん、パワースタック買うんだったらブルースドライバー使った方がいい音出るよ、うん、っていうね。確かに俺たちはちょっと今回やってみてそういう感想になったね、うん、うん、いやそうだな、いやブルース・ライバーいいな、うん、基本的にもうあのそうそうそう、あの外してないっていうのがすごいよね。マーシャルでもあのマーシャルの歪みの方がいいかなってなってるけど別に外してはない、うんうん、よし、じゃあフェンダーのアンプやってみましょう。そっちの方が俺は気になるよそうだよね、その説あんま聞いたことないでしょ。うん。
で、ブルースライバーかましてみましょう。頼むぞ。的に使ってみましょう。どうすか。ああ、もう感想いっちゃっていいんすか。いや、まだ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 。ああ、もういっちゃっていいんすか。ちょっとまあ、トーンをちょっと上げる。トーン上げるわ。トーン上げます。トーン上げて、ちょっと普通の状態で。ちょっと最後のおまけでこうめちゃめちゃ歪ましたの。プリアンプ的に。
なるほど。はい、さあ感想はどうでしょう。いやー万能だね。でしょ、シンディバードにもここまでやってくれるのかっていうさ感じよ。マジで よかったよかった。いや万能だね。なんかシンディバードになると、うんうんうん、マーシャルよりなんか奥行き感がより出るな。わかる。あのね、俺シングルコイルのあのクランチにした時がすごくハマってる気がした。マーシャルでブルースドライブ使うんだったら、うん、センディバグでブルースドライブ使うって感じだ、うんうんうん、そう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 。全然だからセンディバグってあんまりさ歪みエフェクターのノリがいい印象はないんだよ、うん、正直、うん、だからクリーンで使うのがメインなのかなっていう、そう、ね、そういうイメージが すごい強かったけど、いや、あえてツインリバーブを選ぶよっていう選択肢がブルースドライバーがあることでできるわけ。うん、うん、まず持っとけって感じだよね。確かにフェンダー系の歪みのエフェクターって意外と万能。確かに、うん、あんまり注目されてないんだけど、そう、実は初心者の人とかが買うにはダンブル系のエフェクターめっちゃいいんじゃないかって。確かにね、思ったわ。いいね、これ結構驚きだよね。フェンダーのかツインリバーブのクリーミーなトーンに対して、うん、このちょっとジャキジャキっとしたブルースドライバーのトーンだから、うん、合わさるとすごい相性がいい。マーシャルは結構元がジャキジャキ系だからさ、うんうん、そこにちょっとさらにジャキジャキ感が足されてしまうとちょっと浮いちゃう、うんうんうん、お互いを補完し合うような、ね、エフェクターとアンプの音響特性の方が結果としてハマるんだろうな。これはまだ10年後、20年後も売れ続けるエフェクターだろうなって。なんかね、やっぱね、いや、なんでブルースドライバーって名前にしたんだ。あー、そうだね、なんかブルースしかできないようなさ、そう、うん、最初パッと見たらえ、ブルースかよみたいな、そうだね、ふうに思われるけど、そう、ね、そんなんじゃない。全然違うね。ボスのネーミング良くなくないっていう説。いや、本当それはもう、なんかだってブルースドライバーじゃないもん。そうだね、うん、パワースタックもヴィンテージスタックだしさ、うん、メガディストーションもメタルディストーションだしさ、うん、マルチドライバーじゃん。ああ、なるほどね、うん、何でもいけるから、ね、オールインワンドライバーだから。そう、ブルースって言われちゃうかな、ちょっと生態を表してない。ブルースでもいけるし、もちろんもちろんもちろんいけるんだけど、本来の売りはそこじゃないんじゃない、うん、あのボス今回ちょっとね、まだ5種類だけどさ、やってみて思ったのはボスめっちゃ名前で損してない。いや、売り方と、うん、宣伝文句と、うん、名前と色です。本当にそこは損してるなと思うよ。ちょっとチョイス間違ってるよね。そう、そのエフェクターというかこの音が本来意図してる部分とは、うん、またちょっと違うネーミング出してきてるよね、うんうん、改めて検証してみて、うんね、なんか俺たちもさ、なんとなくボスのエフェクターを使ってなんとなく通り過ぎていってたんだけど、改めて考えるとめちゃめちゃこういいものはいいし、使える場所はちゃんとあるし、そうそう、まあ、そこはさすが天下のボスだと思いつつも、でもなんでそうしたみたいな、やっぱ不満ではないけど疑問というかね、そこはちょっと出てくるよね、うん、もう変わることはないんだけどさ、そこはもうネーミング一度ついちゃったのは、ね、まあ、でもこういう動画でちょっとそういう、ね、本来このエフェクターが持ってる潜在的なね、この能力じゃないけど一番美味しい部分、使える場所ってのをなんとなく提示できればその一つとして、うん、うん、いいかなと思って、だからこの企画はちょっとやってみた意義があったんじゃないかなと。そうですね、思いますね。まあ天下のブルースドライバーさすがでしたわ。最高でした。もう本当だな。うん、そう、ツインリバーブでも全然使えます。まあこの二つはとにかく最高なんで、相性としてはうん、どんどん使っていけるかなね、思うんで、はいはい、そんな感じでね。じゃあ、 また、まあ、次回また別のやつ撮るかもしれないけど、まあ、ボスのエフェクターもまた、右付け次第、買い次第どんどん試していきたいと思うんで、また、はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ本当に今日はありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。